はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリティブログです。こんばんは皆さん。こんばんは。今9月なので私たちの結婚1年記念日になりました。早かったね、この1年間。そう、もう1年経ったんだね。もう1年経ちました。お祝いに今日川分さんに来てます。行きますか。早速行きましょう。はい、入りました。ここでなんかすごいモニターがあって、サーモグラフ、温度を測ってる画面が、なんかしっかりとコロナ対策をやってます。今、マッツアイ室的なところにご案内された。リモートでこのようなタブレットを部屋に一台入れさせていただいて、動画と活字と画像でもってお料理の説明をさせていただく。面白い。ご飯を3種類ご用意しております。これ3つ全部という選択をしてくださっても構わないですし、そのうち2つもしくは1つと選んでくださっても結構です。まず1つ目、カレーうどん。もう1つが旬の松茸ご飯。2つ目が私ども社内でですね、スーフー寿司って呼んでるんですけれども。あ、素晴らしい。キャビアとイクラとあとはウニが海鮮の手巻き寿司、この3択です。3つですね。そうですね。わかりました。じゃあ3つ、はい、全てご用意させていただきます。あとお会計ですね、もしカードで、まあ、キャッシュレスで免れる、ね、される場合はここでお預かりをして消毒をして全てお返しをしております。あ、コロナ対策はしっかりしてますね。レベルが違うよね。そう、もうどうせやるなら日本一、ね、ぐらいの勢いでやっております。食事する前に和子おかみさんの香川さんが今日川分の中のご案内してくれます。通常、まあ、料亭というところはお客様同士が暴れないように一生懸命配慮をしております。館内見せてくださいっておっしゃっても、はい、まあ、基本的にもう料亭はどこも多分ご遠慮されるかと思いますので、今日は特別と思って、はい、ご理解ありがとうございます。ありがとうございます。でちなみに中身を見たいなという方は、はい、特別にツアーも年に何回かやってるので、はい、このツアーを予約したら中の案内もあるし、でランチも、はい、なのでそのツアーの情報をちょっと概要欄にもしておきます。はい、皆さん、はい、興味がありましたらそれを予約してみてください。年に2回ほど川分座って大きい催しを行いまして、はい、今度の10月なんかは名古屋の名義連全員が川分に集まって踊りを披露するということをします。ちなみに私たちもその川分座に今回誘われて皆さんとシェアしたいと思います。プランがいくつかあるんですので、はい、ちょっと説明を、はい、分かりました。初日と2日目お昼はここで舞台観覧のみの日程を使っております。お一人が5000円です。で夜はこれは1時間ほど見てもらって、その後にお食事と飲み物と芸者さんの、まあ、ご接待というかそういうこともついて、お一方が2万5000円 でそれも今回はですね、まあ、その通常通りのそのまま見ても構わないよっていう普段通りの演出方法、観覧方法を取られる方と、室内にモニター席、たくさんモニター置いたお席作ります。でそこは特殊演出、ドライアイスとか紙吹雪とか、なんかこういろんな舞台の正面にはない演出を含めた、観覧席も作ります。面白そうですね。ご自身の携帯端末でもご覧いただいて、カーブの中の変なところでご覧いただくっていう方法と3択で、食事も、はい、芸者さんたちが入るような、で他のお客様とのお会い席可能なお席と、そうじゃなしにモニターを配信をしながら、で他の方はいらっしゃらないお席とか、あとお家にお弁当として持って帰ってもらってモニターを見るという方法もありまして、で食事時間は芸妓さんと MC さんといろんな人の掛け合いトークショーみたいなのをでこうチャットで、はい、やり取りできるように考えてます。芸者さんとチャットしながらとか、あ、そうですね、はい、なんか仲良くなれるということですか。昔の歴史と今のテクノロジーのなんかコラボレーションはなんかとてもね、面白い。私たちもそれを経験して皆さんとシェアして、ぜひそれをやってみたいなという人がいれば参加もどうぞよろしくお願いします。
ライブの細かい情報はウェブサイトに載ってあるので、はい、概要欄に概要欄の確認してください。名古屋で一番古い飲食店に間違いはないです。すごい。そんな今日はここで夜ご飯を食べる個室になります。もう早速コミュニケーション始まってますよ。料理の紹介かな、見て。行く先は菊の花びらを浮かべてご用意しております。すごい、いろんな情報全部説明してくれるじゃんすごい、わあすごい、来た。また選べてください。今食用菊の食べられる菊の花びら一品を食べておりますので、ご一緒に召し上がってください。これは乾杯とかしないよね。高い色、はい、この料理の出し方がおしゃれすぎてどうすればいいかわからない。これパカッとあげるじゃない。いただきます。豆腐でしょ。そう、いや豆腐です。お、おいしい。乾杯しますか。一年乾杯ですか。うん、乾杯。で、あれがないね、その品書き。あ、そうだね、お品書き。これって本日のお品書きとかってあるんですか。そういうのはしない。あ、そうなんですね。いつもですか。はい、いつもそうです。あ、わかりました。結果が楽しみいただくという。あと、いまいちこの料亭での作法とかマナーとかルールが分かんないじゃん、初めて来たら。日本の文化は深すぎて分かんない。すごい緊張するよね。そう、これ合ってるかな。私たちは絶対に全部間違ってる。レナさんどうしましたか。何をカチャカチャやってますか。レナが日本語書いてます。めっちゃ遅い。さっきは説明を聞く前に料理を食べちゃったけど、いつも説明を待った方がいいですか。次の刺身料理の説明をお待ちしています。さっきね、この説明が来る前に前の料理を食べきってしまいまして、間違えた。間違えた食べ方をしました。めっちゃ恥ずかしいなって思って、食べる自信がなくなった。返信来ましたね。はい、次の料理のあれ説明かな。カツキという器でご提供しております。これね、安心して食べれるね。もう説明がないともう食べれない。まあ、タカが絶対に好き。熱っ熱っ。おーちーちー。うわ、ふわや。そうそう、なにこれ、すごっ。うわ、うまっ。うわっ、え、茶碗蒸し、ふわふわ茶碗蒸しパイ。ああ、それがいいか。お続きの天ぷらはハモ、菊の葉、ローゼルという岐阜県が名産品として力を注がれている食材をお持ちしております。ローゼルって初めて聞いたね。うん、私も。花の名前かな。この花だね。ローゼルいっちゃいますか。いっちゃいました。おしゃれなローゼル。うん、でもちょっとなんかフルーティーな、なんか、うん、俺も思った。なんかあの甘くはないけどフルーティーな感じはする。今度から言えるよ、ローゼル食べました。ローゼルって知ってるって。わお、岩塩と明け頭。明け頭って山形県で江戸時代から続く自然食。お肉に集中してる。もう一回集中して、お目を閉じてこう集中して。バレた。食べようかなと思って。
品押しは翡翠ナスを油で揚げ皮を剥いて地につけたものに。お口直しでしょ、さっきのお肉。そう、めっちゃさっぱりして美味しい。もうなんか口に入れた瞬間にこうわっ、でもさ、この時点で風味がすごい。風味が贅沢に一口で一発で。わかんない。わかんない。まあそれでいきましょう。死んだ。ゆっくりその食感を楽しんで。めちゃくちゃうまい。うまかった、全部うまかった。食べたけど一番美味しかったやつは、お肉、近江牛の肉、 あの石で出てきたやつ。確かあれうまいね。あんなに美味しいお肉食べたことない。おおすご、花火。線香花火だね。末永くお幸せに。ここに結婚1周年記念日、 おめでとうございますって書いてある。ありがとうございます。ありがとうございます。デザートの後にまだなんか来るなんて初めてかもしれないよ。いただきます。抹茶がありましたね。あ、最後いいわ。お、こちらでお料理一通りでございます。本日はありがとうございました。おお。最後に心温まる。うん。はあ、どう。何しゃべるエネルギーがない。お腹いっぱいです。そう、あの量が半端ない。そう。で品質ももちろん半端ない。うん。でサービスももちろん半端ない。で景色、中の雰囲気も半端ない。いやー本当にここは満足するしかない。ね。大満足だわ。この動画のオンラインになってから2週間ぐらい後に、うん、その川分座がやりますので、私たちはまたそれに参加します。その動画もぜひ見てください。概要欄に全部の情報を貼ってるので、そこから予約もまだ間に合うのでぜひ予約してください。この動画をここで終わりにしたいと思います。この動画が面白かったならぜひいつも通りいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。